皆さんこんにちは。今日はみんなに素敵なアイテムをご紹介します。それはカットソーなローミリスカート。 GU がやっちゃいました。最大の失敗にしてみんなにとっては最高のコスパアイテム、めちゃくちゃ人気のスカートなのに GU さんが作りすぎ、もう6割引きまで下がっています。去年のモデルと今年の新作を一緒に出してしまったからでしょうか。ちょっと余っちゃってるみたい。このスカートはストレッチが効いていて動きやすくて履き心地抜群なんです。しかもウエストはゴム仕様だけど全然わからないデザイン。お尻もすっきり細見えできるんですよ。これが6割引きならコスパがえぐちです。500円もありそうですが、今買っても全然いいと思います。レディース人気の値下げ品ランキングにして発表していきます。第2位はカットソーなローミリスカート。丈標準 82.0 から 86.0cm、 価格は790円、 60% オフです。まずこちらは2023年の新作モデルの方です。良い点からシワになりにくく、渋めカラーで合わせやすい。やや厚手の生地で体のラインを拾わず、カジュアルにもフォーマルにも使いやすい。しっかりした生地でありながらサラッとしていて夏に適している。ウエストのゴム部分が外側から見えないデザイン。シャツインスタイルに最適で体型を気にせず真似できる。悪い点、ウエストの身を大きく骨盤以下が少しタイトなイメージ。そして第1位はカットソーなローミリスカート。丈標準 82.0 から 86.0cm、790円、60% オフです。SNS ですごい人気なのは、もう皆さんご存知ですよね。ウエストのストレッチが効いて、フィット感が良く、痩せて見えるデザインです。伸縮性のある生地とおしゃれなスリットで、上品な肌見せと、抜け感を楽しめます。良い点から、ウエストのストレッチが効き、サイズ感が調整しやすい。スリットが適度で肌見せが上品。伸縮性のある生地で履きやすい。フロントサイドのスリットがおしゃれで重すぎない見た目。滑りの良い生地感でロングシーズン着用可能。ウエストがゴム仕様でありながらデザインが優秀で細見えする。ウエストは楽ちんですっきり縦長に見える。悪い点、ジャックが動きづらく、ホックの縫製が頼りないと感じる。コーデのアイデア集やパーソナルカラーなど。カットソーなローミリスカート。丈標準 82.0 から 86.0cm。 シーズンレスで履きやすいカットソー素材のナロースカート。愛知県の女性から M 購入です。カラーを細かく分解しました。 SNS の人気コーデカラージュにはフレンチスリーブセーターと合わせてカラーは09。お肌と調和するカラーごとにまとめました。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。ブルベ、夏さんはコットンオーバーサイズティー、ゴブ袖のカラーと相性バッチリ。カットソーなローミリスカート。丈標準 82.0 から 86.0cm。 シーズンレスなカットソー生地で着回しやすいなローミリスカート。カラーを細かく分解しました。はい、カラー69。SNS の人気コーデカラー09はグラフィックティーと合わせてカラーは01。カラー54はグラフィックティーと合わせてカラーは01。カラー26はオーバーサイズスウェットプルオーバーと合わせてカラーは03。カラー38はアメリカンスリーブタンクトップと合わせてカラーは03。
カラーは31。カラー69はソフトリブタートルネックティーと合わせてカラーは30。カラー46はソフトリブタートルネックティーと合わせてカラーは34。お肌と調和するカラーごとにまとめました。コーデの色の組み合わせの例です。イエベハルさんはシャーリングティー5分袖9のカラーと相性バッチリ。ロンドンとニューヨークのトレンドカラーです。今日のコーデガチャです。新しいコーデに出会えるかも。はい、GU カットソーなローミディスカート、丈標準 82.0 から 86.0cm とユニクロプレミアムリネンシャツですね。なんと今回は人気の値下げ品情報を紹介しました。見ていただいてありがとうございました。この動画はユニクロ、GU、島村、ハウツー、レビューをテーマにお届けしました。